この加工具に任せておけばいい。敵は二方向から戦団を率いてきている。同時に潰されば、こちらが囲まれる。北東の敵は私が始末する。勝負は北西に進軍し、敵本陣へ向かえ。敵はさあ、烈火のごとく攻めよ。遅れは許さぬ。この戦、完膚なきまでに勝利するのだ。確かに資源の様子が気になる。分かった。師匠に気をつけて。伝令！前線部隊、敵伏兵に囲まれました。さらに崖から土砲で狙われ、窮地です。このままじゃ前線が壊滅しちまう。盾に分かれてどうにかしないとな。俺が敵の伏兵を殲滅し、みんなを救援する。火獣は崖上の土砲を止めてくれ。責任感が出てる。土砲を止めるのか、あえてみせる。伝令、石の山道より敵増援到来。味方本陣に向かっています。手薄になった本陣に思いし放置するわけにはいかない。これを使って手当てした方がいい。しっかりと守る。それだけ実行して決して。まるで事物だ。この程度だ。この手で抵抗してみせる。これでこの土砲はこちら。敵の土砲が止まったから、アジュがうまくやったな。同時火警が敵の狙いです。一発。次逆転を狙う。東には兄上がいました。俺たちは北に向かうぞ。天狗の炎は決して尽きぬ。思い知り、我らの熱き思い今ここに示さん。抵抗してみせる。いつもながらお見事な武勇。策の出番はありませんが、ご助勢くださるか。このご恩は策にてお返ししますぞ。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。カージュ、無事だったか。さすがだよな。即興の連携も完璧だ。ここに燃え尽きるか。それでいい。
ながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。この家庭も、起死回生の一手幸せな。必ず成功させてみせます。この名声を覆す。そんなお家芸だった。お見事です。これで
因縁に決着をつける時です。乱戦を終える、それが自分の任務。我が全てを思い知り、この石壁に閉ざん。天下を決する、私の実力を周知させるいい機会だ。おお、素晴らしいご活躍。ここまで攻め込まれたか。だが最後の一兵となっても屈しはしない。ご苦労なことだ。今楽にしてやる。キルがいい。私はたとえ死んでも悪鬼となって貴様らと戦ってみせる。その執念に対して問おう。貴様はなぜそうまでして戦おうとする。知れたこと。我が師諸葛孔明の志を継ぎ、仁の世を築くため。バカめが、まったく諸葛亮め、肝心なことを教え忘れたか。志は立派なのにな。仁の世を目指す戦とは、国と民を疲れ果てさせてまでするものか。お前が仁を志すならば、まずなすべきは無益な戦をやめることだ。はあ、私はこれで終わりってとこかな。ああ、届いたか、我が天命に。兄上。